休んでる最中にさ、めっちゃ衝撃的なことがあってさ、これねみんなにさ共有したいんですけど、なんかすごいさ奇跡が起きたんだよ。聞いてくれる？実はね、以前まあお仕事ではないけど、普通に今このなんていうか、まあ業界の方ですね、友達でお会いして、普通に連絡先も知ってて、まあ、有名な方で、相手の方、これね信じてもらえないかもしれないんですけど、その人がねすごい有名な方なんですよ。まあ、全然私なんかより全然有名な方なんですけど、が突然ピンポンってうちに来たの。突然だよ。で私寝てたんですよ、その時。別に深夜じゃないんですけど、夜の7時ぐらいですかね、夕方6時とか7時ぐらいだったんですけど、まあ、喉痛いから、まあ、休めるために普通に寝てたんですけど、ピンポンって来て、え何と思って、私宅急便かなんかだと思って、画面が出るん、そしたらなんでこの人みたいな、えと思って、私住所教えた覚えもないんですよ。そう、住所知らないんですよ。で突然家に来たの。でも明らかに知り合いっていうか、まあ、知ってる人だし、まあ、えと思って、あはいっつってとりあえず入れたの知ってる人だからさ、そう、有名な人だし、一応知ってる人だし、話したこともあるし、連絡先も知ってるし、共通のお友達もいる人だから、はいっつってとりあえず出たので、まあピンポンってしてから、マンションだからうちの玄関まで来るのにさ時間かかるじゃない。だからその間に私めっちゃ携帯チェックして、なんか約束忘れてたかなと思ってなんか実はうちでパーティーするみたいな予定、なんか誰かみんなと立ててて、と思ってルルルルって見て、何もないのよ。だからえと思って、とりあえず玄関ピンポンってきたからバンって開けて、はいっつって何みたいな顔したんですよ。なぜみたいな。でそしたら向こうもなぜみたいな顔してて、お互いみたいになってて、で向こうはケイソンちゃんみたいな、で私はなんとかさんみたいになってて、みたいな、はみたいになって、どういうことってなるじゃないですか。はみたいな。でその子が、ちょっと待って、この住所で合ってるって言って携帯で見せてきたんですよ、住所。でそしたらその住所がマジで一文字違いで、私の家ので、ここの友達の家に行こうとしてたんだけどみたいな、えみたいなあ、これここ見てください、違いますっつって本当にね、ありえない。もうこれさ、信じてもらえないかもしれないんですけど、本当にこう郵便局の人もたまに間違えるんですけど、それぐらいマジでちょっと一個違いのめっちゃ近い住所があんの、うちに。ここだけ変えたらみたいな住所があるんよ。でそこと変えたところにその人は行こうとしてたんだってどんな確率やねんって感じじゃない。でしかもそれが普通に知り合いのさ、知ってる人だったからさ、余計にさ、はみたいになってで向こうも、ごめんみたいな、私突然それでケイソンちゃん家に来ちゃったの、どんな確率やっつっててすごくない、奇跡起きとらと思って、でまあとりあえず、あここじゃなくてこっちですってもうだから特定されそうだからあんま細かくは言えないんだけど、そういうことが起きたのよ。びっくりした、本当に。なんとかちゃんってここにいるって言われて、最初全然知らない人で、そう、それは知らない人だったんですよ、私も。したらどなたですかってなって本当ね、びっくりしましたね。いやもうこういうことってあるんだと思って、でもその人は普通に連絡先知ってる人だったんで、奇跡みたいになってちょっとこの奇跡に免じて今度一緒にご飯でもみたいな